カカチャンネルはい今回はですね競馬軍のね、えー、有名なスターですよね、えー、木村実選手、ね、あボクシングに来るということでなんとボクシングで、えー、来るのは竹原畠山ジムじゃないかって言われたんですけどもね 竹原畠山君も「いやうちに来ないはずがないうちに来なさいよ」ってなんかあの YouTube でも言ってましたけどね何か,かで知り合ったのか前に来たのか後援者のつながりか分かりませんけどもね竹原畠山君のところのジムとあのな,なんか接点があったみたいでしょだからうちに来るはずだっていうそんなことも YouTube でもやってて来ようみたいなこと言ってたんでそうかなと思ったんですけども違った。 ですね、沖縄ですよなんと沖縄の平中ボクシングジムに行ったんですねここの平中ボクシングの会長平中君はですね、えー、なんと k 1のね元あのチャンピオンだったアンディ・フグ選手にパンチを教えてたんですねそれでまあ k 1界ではもう格闘技界ではもう有名になってて、えー、それでパンチを結構 k 1の選手は習いに行ってたんですよねでアンディ・フグと木村美濃選手はんか似てると言われてるぐらいね 顔もかも感じがいいとイケメンだとあのアンディ・フグー選手もすごく女性ファンが多かったですからね、えー、そういう意味では競馬、まあ、選手は、えー、その石井館長と平中チャンピオンが仲良かったんでそういう意味もあって平中選手にパンチを教えてもらってたっていうのもあるでしょうしで平中今の会長は現役、えー、の時もすごかったんですよ。 えー、とにかく元世界チャンンピオンですよその上、今でいう,う昔のジュニアウェルタ級の世界王者で今でいうスーパー世界スーパーライト級のチャンピオンになってるんですね。その時のチャンピオンタイトルを取った挑戦したチャンピオンがすごい強い有名なチャンピオンなんですよ。エドウィン・ロザリオって言ってね、これがすごいもうスーパーチャンピオンと言われてるチャンピオンですよ。そのチャンピオンに猛攻で猛撃、ガン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 いって倒しちゃうんですね。 1>, 1ラウンドです1ラウンド。いや、これはロザリオもまさかこんなガンガンくると思ってなかったんでしょ、なんか圧倒されてましたもん、ええええええっていううちに、バン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 。いや、すごいですね世、世界のチャンピオンベルトを巻くぐらいのスーパーパンチを持ってたんですね、変績は22戦、20勝、18KO ですから、20勝のうち 18KO ですよ、9割の KO 率、すごいですよ。 そしてこのスーパーチャンピオンを名だたる世界チャンピオンを名前のある世界チャンピオンをぶっ倒しているわけですからすごいですね。えーまあ木村実の選手とはね階級も近くてそういうのもあって、まあ、重量級は多分 K‐1 重力が当時多かったんで重量級の世界チャンピオンということで沖縄の平中チャンピオンのとこに、あのー、練習させたと思うんですよね。 だからみんなあのパンチた確かに強くなってましたよね。えー、今回、この木村稔選手が行って、えー、まあ、平中ジムでやるということはこれ、これ、相当期待されてますよ。でもう一つですね、えーえー、白井口スポーツジム、まあ、具志堅さんのところに元いた平いた、えー、長浜陸というね、この選手は東洋ウェルタ球のチャンピオンになってますね、まあ、長浜選手は白井串健スポーツジムでもね。 え練習熱心で研究熱心といってまあ有名な選手ですけどもまあ長濱力選手とはねあのうちの選手とか連れて行ってスパリングやってる時に会ってますけどもなかなかの好青年でねえボクシングもすごい熱心な選手ということでえまあウェル・ター級で東洋王者になったっていう素晴らしい選手ですよね。でボクシングをやめて沖縄に帰るっていう話だったんですけども平泳ぎのジムに今トレーナーとして世界チャンピオンを育てようとしてるんですね。 おそらくこの選手がこのトレーナーが木村拓選手を見ることになってるんでしょうね。えー、ということは平中元世界チャンピオンと中山陸元東洋ウェルタキー王者が両方でこうの支持して世界を狙わそうといういやこれは指導者としてはすごい2人がついてますよね。 まあその同じような階級の、ね、木村美乃選手が入ってきたということで平中チャンピオンそして長浜陸今のトレーナーですよねそのトレーナーがこのうー同じような階級で入ってきた何か運命を感じるみたいなことを言ってますよねうんストーリーがあるなあということで、えー、確かにこれは木村美濃選手が、えー、世界を取ればもう最高の。 絵に描いたよようななな伝説みたたいな話になりますよねただしこのスーパーウェルター級っていうのは強いんですよ世界はね世界は半端じゃなく強いですよ、えー、一番はウェルターって言われてますけども、まあ、その上すぐ上としても相当スーパーウェルターは世界では強いクラスですよねそしてまあ日本ではまあ重量級は少ないんで層が薄いっていうことで、まあ、世界出るほどのレベルではないということでもしかしたらこの 日本のウェルター級チャンピオンになって世界に羽ばたくんじゃないかって言われてますけどもまあ今は日本のウェルター級の選手もまあまあ強いですからかなり強いですからまあこれに勝っていけば確かに世界のウェルターも狙えるかもしれないスーパーウェルターか狙えるかもしれないというね期待はありますよね世界の,あのパンチ力は確かにありますからちょっと面白いんじゃないですかこれだけの。 えね、名チャンピオンの平中チャンピオンもついてで、えー、もう平中今会長もついてて、そして長浜陸東洋チャンピオンもついてるということで、これはかなりこれからの進化を期待できましたね。まああの世界を取るだけの一発がありますからね。えー、まああの浜田超選手もね、沖縄の選手だったんですけども。 この一発でね、倒しました。が、思いっきりガンガンいって倒しました。平田中チャンピオンも間は名チャンピオン、いや、ガンガンいけってうことで、ガンガンいって倒しました。と同じように、名チャンピオンでも、すごいチャンピオンでも。パンチには耐えられないっていうところがあって、えー。もしかしたら金実選手、金村稔ちゃん、あ、木村稔選手のパンチで。ひっくり返せると思いますよ。これはもう、ガンガン、ガンガンっいうか、もう、ね。 スリリングな本当にいかわかいかわちかってこれ言っても悪いんだけど、えー、思いっきりいけば、えー、もしかしたら、えー、浜田子元チャンピオン平中選手の元チャンピオンみたいに倒せるかもしれませんね、えー、そういう期待のパンチ力はあります世界のパンチ力はありますよあとは技術とか勘、ねえー、とかスタミナを平中ジムで。 えーえーえー、勉強してねバン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 練習して世界やってほしいです、ね、まあそれはもうどこの選手が社会チャンピオンになるのも私らにとっては日本の財産ですから面白いですね渡嘉敷ジムからも,もちろん本当にそういう選手が出てほしいというのは一番ありますけども、まあ、どのジムから出てもこれは楽しみで試合見る方も私らボクシングファンの一員でもあるんでそれは楽しみですよ。 これは期待してますよ頑張ってほしい、はいまあ世界では中量級ですけども日本では重量級ですからここでチャンピオンになったのはほとんどすごいハードパンチャーばっかりなんですよ。ということはハードパンチャーにはチャンスがあるということですよね。ということは日本のパンチ力で世界のチャンピオンも倒せるということはもう証明されてますからそういう意味では木村稔選手のあのパンチは世界を狙えるパンチであるという。 とことは言えますよねこれは期待できますだからガンガン行ってねバンバンガンガン行って、えー、こうもう戦闘能力でどん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 行って倒してほしいですね社会チャンピオンになりましょう木村美乃選手待ってますよ